サンズ川、サンズ川、サンズの川、サンズ川は、志願、現世と、悲願、あの世を分ける境目にあるとされる川。サンズは仏典に由来し、楽器道、畜生道、地獄道を意味する。ただし、悲願への渡船、渡航は、オリエント起源の神話宗教から、ギリシャ神話にまで、広く見られるものであり、サンズ川の伝承には、民間信仰が多分に混じっている。 三津川の出典は、根光明行一の、この教、よく地獄ガ畜生の諸川をして、召喚枯渇せしむである。この地獄、ガ畜生を、三津三悪道と言い,い、これが広く三悪道を指して三津川と称する点で、あると言われる。しかしながら俗に言うところは、地蔵菩薩星因縁縦王行、略称、地蔵縦王行の、小塚局、 お初後変館町奏連勝書はし、全体が、即絶相当、見渡り傍人、七川津、ところ渡る雄三、一山やまなせ、二甲信円三遊橋渡るに基づいて行われた、十王信仰、縁馬大王は、十王のうちの一人による。この十王行は中国で成立した経典であり、 この経典の日本への到来は、アスカ時代と思われるが、信仰として広まったのは、平安時代末期とされる。正式には、小塚といい、また、三頭の川、小塚、小塚、聖塚、三瀬川、渡川などとも呼ばれる。一説には、俗に、三津川の名の由来は、初期には、渡河方法に三種類あったためであるとも言われる。これは、前任は、 金銀七宝で作られた橋を渡り、軽い罪人は山水瀬と呼ばれる浅瀬を渡り、重い罪人は恐怖化成あるいは甲新縁と呼ばれる難所を渡るとされていた。平安時代の末期に橋を渡る場合があるという考え方が消え、その後は全員が渡し船によって渡過するという考え方に変形する。三ン側の渡し船の料金は6分と定められており、 仏教様式の葬儀の際には六分線を持たせるという習俗が以来ずっと続いている。現在では、文という貨幣単位がないことや仮想における服装品性が強まっていることから、紙に印刷した六分線、名線が使われることが多いようである。サンズ側には、十王の配下に位置付けられる権威をきな、ダツエバーという老夫婦の係員がおり、 六分線を持たない死者が来た場合に、私賃の代わりに衣類を剥ぎ取ることになっていた。この二人の係員のうち脱エヴァーは、江戸時代末期に民衆信仰の対象となり、祀るための像や銅が作られたり、地獄への一部などに描かれたりした。三津川の河原は、祭の河原、祭の河原と呼ばれる。祭の河原は、親に先立って死亡した子供がその親不幸の報いで、 苦を受ける場とされる。そのような子供たちが才の変わらで、親の供養のために、咳、石塚、ケルンケルンケアン、または、石積みの塔を完成させると、供養になる。しかし完成する前に、鬼が来て、塔を破壊し、再度や、再々度塔を築いてもその繰り返しになってしまうという。こうした俗信から、才の変わらの語は、報われない、努力、とろの意でも使用される。 しかしその子供たちは、最終的には、地蔵菩薩によって救済されるとされる。ただし、いずれにしても、民間信仰による俗心であり、仏教とは本来関係がない。祭の河原は、京都の鴨川と桂川の合流する地点にある、スケヒの河原に由来し、地蔵の小仏や小石塔が建てられた、庶民葬送が行われた場所を起源とする説もあるが、仏教の地蔵信仰と、 民族的な道祖神である。祭、祭の神が集合したものであるというのが通説である。中世後期から民間に信じられるようになった。室町時代の富士の人穴造史などのおとぎ造史に記載されているのが、最も初期のものであり、その後、地蔵和山、祭院、祭の河原の地蔵和山などにより、広く知られるようになった。この伝承から、石が多い小浜や川原、 会食堂内を含む海岸に、積み石や子供を救済するとされた地蔵菩薩像などが、作られて、祭の河原と呼ばれるようになった場所も、数箇所存在する。工術の恐れ山、青森県のほか、佐渡島北部、島根県にある加賀のくぐり戸、くげ戸などが有名である。十世紀中頃の日本の俗信として、女性は、死後、初めて成功をした相手に手を引かれて、 三津の川を渡るというものがあった。また、影楼ろう日記の作者は、三津の川を女が渡るときには、初の男が背負うて渡るといった意味の歌を読んでいる。こうしたことからも、平安時代の頃より、三津の川信仰が多様に、日本でアレンジされていたことがわかる。群馬県神田郡神田町を流れる、利根川水系白倉川支流の昇華船、三津川。上。 新越自動車道神理パーキングエリアの南側付近に源を発し、北へ流れ白倉川に合流する。水源地から白倉川との合流地点までは約2 5トルである。上、新越自動車道のほか、国道254号、中山道の脇街道や上新電鉄などの橋がかかっている。国道254号の橋は三津橋という、 この三途教のたもとには、脱エバーを祀ったバーコ道、近くにある、法ーサル人の末寺最高院の本寺堂で、つて、行基作の脱エバー像を、安置がある。群馬県北関羅郡式祭の伝承によれば、この川は行基が名付けたもので、行基は、彼の作になる、老婆像を残していったといい、地元の人々がその老婆像を尊び堂を建て、祀ったという。ただし、 行基作の像と、道は消失しの地に再興されたとする。文政三年、1820年頃には、すでにサンズ側と記録に残る。また現在の、サンズ教は、ウレーバーガー、橋と記載される、カンラ朝市諸集、法マサル時期率の書。これらの地名は、人々に対する不況の現れとされている、カンラ朝の文化財。 千葉県調整群町南町を流れる河川で、一宮川、水系一宮川の支流。読みは、三津川。千葉県調整群町南町千田座、梶谷カジヤニに源を発し、途中で、調整群町南町倉持から流れる浦川を合わせ、調整群町南町ともばら市が接する付近で、一宮川に交流する。水源地から一宮川との交流地点までは、 約4 5トルである。宮城県勝田郡蔵王町を流れる阿武熊川、水系濁川支流の消火線。読みは、三津の川。宮城県勝田郡蔵王町西の河原付近に源を発し、北東へ流れ、柴田郡川崎町との境界付近で、濁川に合流する。流路延長は、約1 8トルである。 青森県むつ市を流れる聖津川の上流部における別名青森県むつ市の霊場恐れ山は、うそり山湖を取り囲む一帯のことであるが、このうそり山湖から流出する聖津川を別名で、三津川と呼ぶ。河川名の聖津川も仏教概念における三津川の故障の一つである。うそり山湖の周辺には、西の河原と呼ばれる場所もあり、積み石がされている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。